さて、最近とあるスーパーパワーを手に入れたんです。いや、耳をピクピクさせることだけじゃないですよ。実際の顔を見ずにあなたの年齢と名前を当てて、あなたの心を読んでみせましょう。試してみたいですか？まずはじめに皆さんが考えている数字を当てますね。1から10の間で一つの数字を選んでください。これに2をかけて6を足してください。さらにこの数字を2で割ります。最後に皆さんが思い浮かべていた数字を引いてください。さて、ここが腕の見せ所。皆さんが思い浮かべた数字は3です。当たってました？もう一度やってみましょう。1から10の間の数字を選んで3を足してください。さらに2を足します。おまけに5も足しておきます。ここから初めに思い浮かべていた数字を引いてください。最終的に10になりました。もう少しガチの予想をしてみましょうか。皆さんの名前を当ててみせます。この表に従ってアルファベットを数字に入れ替えてください。サラという名前の場合は、あ、もう当たり？なんて冗談です。サラは19、1、18、1となります。名前の最初のアルファベットに2をかけます。その数字に3を加えてください。次にこの数字に5をかけます。計算機を使っても大丈夫ですよ。計算式を入力するごとに必ずイコールを押してくださいね。さて、この数字からさらに6を引きます。9で終わる数字が出てくるはずです。9を無視して左側の残りの数字を書き出してください。これがあなたの最終的な数字の配列です。例で試してみましょう。19に2をかけると38になります。38に3を足して41、41に5をかけて205、ここから6を引くと199になります。成功しましたね。残りのアルファベットも同じように導き出していきましょう。2をかけて3を足し、その数字に5をかけて最後に6を引きます。9の横に現れた数字を書き起こしましょう。名前のアルファベットの数だけ同じように繰り返します。皆さんの名前がかなり長い場合はご愁傷様です。面倒ですが試す価値はありますよ。本当です。いいですか？最終的に得た数字を表の対応するアルファベットに置き換えます。正しい名前が得られましたか？サラでは確実に成功しましたよね。算数は一休みしましょう。カードを見て一つ選んでください。選んだカードは秘密にしておきます。皆さんは私のことが見えないので私に教える心配はないですね。とはいえ実はって冗談ですって。さて、先ほどのカードが画面に表示されています。ただし皆さんの選んだカードだけは表示されていないはずです。じゃじゃーん、消失。驚きました？好きなアメリカの州を選んでください。楽しみを台無しにしないためにも他言無用でお願いします。さて、選んだアメリカの州の英語表記で最後のアルファベットを抜き出します。画面を見て確認し、アルファベットの色を記憶しておいてください。口に出してアルファベットを読んでください。もう一度魔法感知レーダーを調整しますね。最後にもう一度読んでください。難しいですが頑張ります。アルファベットの色は黄色ですか？今度は皆さんの年齢を当ててみせましょう。1から9の数字を思い浮かべてください。この数字に2をかけて5を足します。ここでがっつり算数といきましょう。数字に50をかけます。計算機の使用は構いませんが、計算式を入力するたびに必ずイコール記号を押してくださいね。すでに今年2022年に誕生日を迎えた場合は答えに1772を足してください。
誕生日はこれからだという場合はおめでとうございます。数字に1771を足してください。あともう一息です。ここで正しく計算を行うことが重要です。得た数字から誕生年を引いてください。3桁の数字になるはずです。1つ目の数字は初めに選んだ秘密の数字、残りの数字2つがあなたの現在の年齢です。きちんと指示に従っていれば正しい答えが得られるはずです。指示に従い損ねた場合は正直手の施しようはありません。それではまさにこの瞬間の皆さんのタイムゾーンでの正確な時刻を分単位まで当ててみせます。少し時間がかかるかもしれないので今の時刻を書き出しておきましょう。では始め、計算機を用意してください。現在の時間を正確に入力します。3時22分の場合、初めの数字は3です。これに2をかけてください。イコールボタンを押して5を足します。再びイコールボタンを押して数字に50をかけます。毎回イコールを押すのを忘れないでくださいね。これに分を足します。今回の場合は22です。ここから250を引いてください。4桁の数字になったら初めの2つが時間で残りが分です。3桁の数字の場合は初めの数字1つが時間、残りが分です。驚きました？まだまだですよ。それでは立場を逆転させて皆さんに私の心を読んでもらいましょうか。今私1から10の中から数字を選びました。なかなかいいチョイスですよ。さて次に好きな野菜を選びますね。おいしそう。最後に花を選びます。皆さんの独身能力を発揮してください。答えの準備はいいですか？選んだ数字は7。選んだ野菜は人参、花はバラでした。皆さん正解を当てられましたか？当てられなかったとしても大丈夫です。マインドパワーに磨きをかけることは可能です。この絵を脳で操作してみましょう。瞬きしてください。もっと早く瞬きしましょう。わあ、激しく瞬きすることで猫を早く走らせることができましたね。階段をじっと見つめてください。今度は瞬き厳禁です。準備はいいですか？逆さまにしますよ。耐えてください。瞬き禁止です。はい、一度だけ瞬きしましょう。階段が逆さまになりました。お見事。どちらの方が色が濃いか分かりますか？ A ですか？ B ですか？確実に A だと思えるかもしれませんが、そう見えるだけです。実際には色の濃さは全く同じです。絵の真ん中に手をかざして確認してみましょう。科学者たちはまだこの錯視の謎を解明することができていません。仮説の一つによれば、目の光受容体からの信号の脳の処理方法が原因であるとされています。最も活発な細胞が近くの細胞の活動を弱らせてしまい、現実とは異なるコントラストを生み出してしまうのです。ああ、テーブルが傾いて倒れてしまいそうですって本当ですか？心配無用です。ちゃんと安定していますよ。斜めの線が入っているせいで傾いているような効果を生み出します。実際はどちらの長方形も平行です。定規で確認してみてください。格子模様の交差地点の灰色の点をすべて数えられますか？私もやってみますね。 11?13? チカチカしていますね。答えは0です。この効果はハーマングリッドと呼ばれています。
周りが黒いため脳が交差地点を灰色の点として認識してしまうのです。じっと見つめると点は見えなくなりますよ。さてお好きな絵文字を選んでください。一番近い緑の絵文字に移動しましょう。次に一番近い青の絵文字に移動します。最後に一番近い赤の絵文字。さて試してみましょう。一番近い絵文字へは対角線上に移動します。もともと選んだ絵文字から遠ざかったとしても私は皆さんの現在地を当てられます。少し見やすくしましょうか。皆さんがいるのはここです。合ってました。英語のリーディングのテストはどうです。一つずつ画面に単語が表示されます。表示の速度はだんだんと増していきます。最後まで皆さんが耐えられるか試してみましょう。ほとんどの人は1分間で200単語程度を読むことができるとされています。これは一つ一つ単語を読んでいった場合です。今回はそれよりもずっと速い速度でお届けしています。毎分400単語の速度です。皆さんの脳は特別なようですね。毎分500単語の速度はどうでしょう。素晴らしい。あなたこそチャンピオン。毎分500単語の読みの速度は並の人間にはできません。もう一つリーディングテストを試してみましょう。早口で単語の色を言ってください。わあ、色自体に集中するのは難しいですね。右脳は色自体の名前を思い浮かべ、左脳で実際の単語を読もうとします。これはストループ効果と呼ばれていて、集中力が必要な仕事のテストに利用されています。何色の色が見えますか？私は4つの色が見えます。それとも5つ？実は2色、赤と緑のみです。白い四角に囲まれているものや緑の四角に囲まれているものがあるため、様々な色があるような錯覚を起こしてしまうのです。ところで白というのは科学的に言うと色ではありません。白は全ての色の存在を示します。色として数えないのはこれが理由です。最後にもう一度皆さんの心を読みます。正方形以外の単純な図形を思い浮かべましょう。もう一つの図形を思い描き、この図形で一つ目の図形を囲みます。皆さんが想像したのはこちらですか？円に囲まれた三角形？それとも逆ですか？当たってるといいですけど。